康は上洛を果たした信長との盟約に従い、三河伊東への勢力拡大を画策していた。そんな折、甲斐の武田信玄より使者が訪れる。それは共闘して駿河の今川家を攻めようという誘いだった。今川家は桶狭間の敗戦以降、王子の勢いを失っており、信玄の誘いは徳川にとって渡りに船と言えた。しかし家康の妻瀬名は今川家一門の出である。駿河攻めは瀬名に辛い決断を強いることとなった。駿河侵攻。瀬名、私は駿河を攻めることにした。何ですって？駿河は今川の本拠よ。織田に寝返った挙句九州を討とうだなんて。しかし私は。なんてね。いいわよ、分かってるから。信長に三河伊東の攻略を託されたんでしょ。私は桶狭間でおじさまが死んだ時に徳川と共に歩むと決めたの。だから私のことは気にしないでいいわ。あんたは徳川のためにやるべきことをやりなさい。瀬名、すまない。そなたの覚悟を無駄にしないためにも必ず勝利してみせよ。ひねってあげるわ。格の違いを見せてやるわ。安殿、こたびの共闘礼を申す。こちらこそ。今川を討たねば三河の平穏はありません。信玄殿の助力を得られたこと幸いに存じます。駿河攻めは三河の平穏のためだと？いえ、それだけではありません。駿河進出は織田信長の盟友として果たさねばならぬ使命で。家康殿には己の野心というものがないのか。まあよい、武運を祈る。は、信玄殿もご武運を。
田勢と共に今川を討つ。みんな進むぞ。徳川が動いた。我らも行くぞ。今川を包囲せよ。優勢とはいえ何が起こるか分からない。味方本陣の状況には気を配っておかねば。このままでは今川が滅んでしまう。さすがに武田勢は盛況だが、我らも負けてはいられないぞ。今川が相手でも迷ってはダメ。私は徳川と共に歩むと決めたんだから。今は自分の役目は果たさなきゃ。かかってこい。悔しいが、ここまでか。順調に進んでいるな。吉本公を失った今川はやはりこの程度か。開門。やっているようだな。どれ、半蔵に恩でも売りつけてやるか。あれは三代、何をしにここへ。今川一門の私が解けば心も動くはず。やってやるわ。三代、何をしに参った。相変わらず愛想のねえやつだ。同門のよしみで手を貸してやろうってのによ。聞いて、もう今川に勝ち目はないわ。それよりも降伏して私の元へ来なさい。お見事にござった。お手合わせ願おうか。様のなんと勇ましいことよ。松代までの恥、最後まで今川のため戦うのみぞ。
そうぞ。侵略すれば火の如く。潰したり。とえきれ、引かせてもらう。なんと素晴らしき戦果よ。歯ごたえもないことだ。よかろう。このまま包囲を進めよう。亡き義元様のご恩に報いるは今、この命に代えても氏真様を守らん。歯ごたえもないことだ。徐々に包囲されているようだ。もうどうにもならぬのか。任せなさい。覚悟なさい。懲らしめてあげる。ここを抜けたけば拙者の首を取って行け。骨がないわよね。次よ次。その腕っぷし姫にしとくにはもったいねえ。別に珍しき武者よ。開門。今川をさらに攻め立てよう。一気に終わらせて楽にしてやれ。武田にばかりやらせるかよ。徳川には俺がいるってとこ見せてやるぜ。歯ごたえのないことだ。
応えのないことだ。完全に囲まれたか。もう終わりだ。上杉謙信、駿河に正しきを示すため推参、義を知らぬ下道どもに鉄槌を下すべし。勝利条件変更。おお、まさか上杉が来てくれようと。徳川本陣をかき乱してやれ。まずい、我らの本陣に上杉勢が迫っているぞ。武田本陣も踏み散らしてくれん。我が本陣を狙いおるか。この混乱に乗じ謙信殿と合流しようぞ。開門開門。急げ。ここまで攻め込まれてしまうとは。急げ。氏真が私のもとへ向かっているか。ならば庇護せねばなるまい。氏真が飛び出してきたようですな。早急に追い詰めましょうぞ。そこをどけ。私は諦めぬぞ。謙信殿と共に戦うのだ。懲らしめてあげる。押し返せたようだな。押さえに出るぞ。奮起せよ。武田に遅れを取るな。相手は信玄。さらなる一手を打たねばなるまい。密かに兵を進めよう。謙信ならばまだ何か仕掛けてやらせろ。小攻めを出して警戒させておけ。なんと素晴らしき戦果よ。乙武だよ。父上、申し訳ありません。今川の意向、私の代でついえることに。すまぬ氏真、そなたの胸、この謙信がしかと受け止めたぞ。ほら、見つかったか。構わん、このまま攻め立てる。武田の武勇、天下無双よ。主家を裏切り仇なす非道、許すまじ。今川を恐れて従っていたのみ、正当な主と認めていたわけではありません。どけどけ。邪魔する奴は叩き切るぞ。お、何者だ。徳川にも生きのいい武者がおるではないか。敵将潰したり。叶う相手ではなかったか。お見事と申し上げておきましょう。敵将、討ち取ってやったわ。叶
相手ではなかったか。俺にやらせろ。強いな。俺にやらせ。私も負けられぬ。耐えきれん。引かせてもらう。かなう相手ではなかったか。フルはなんだか。腹がオトムだよ。高ぶってきた。勝負は預ける。いずれまた相まみえん。横槍が入ったが片付いたようだな。勝つには勝てたが、武田や上杉に比べ我らはまだ未熟だな。瀬名、辛い戦いを強いてすまなかった。辛いですって、馬鹿にしないで。私はそんなにやわじゃないわ。そうか、すまない。謝ってばっかり。私に同情しているの？だとしたら勘違いもいいとこだわ。私は徳川とあんたと共に歩むと自分で決めたの。決めた以上は足を引っ張りたくないし、役に立ちたい。それでよかったのよ。それよりあんたは考えることがあるでしょう。この先も道は険しいわよ。セナ、ありがとう。これからも未熟な私を支えてほしい。仕方ないわね。私がちゃんと見ててあげるから、徳川の当主として立派に戦ってみせなさいね。武田信玄ってのはおっかねえ野郎だったな。敵じゃなくてよかったぜ。だがいつ敵として対峙することになるかわからん。我らも武田に対抗できるだけの力を蓄えねば。そうだな、もっと強くならねば兄上の役にも立てないだろう。では俺はこの辺で引き上げますぜ。
桃地殿、こたびは加勢いただき助かりました。半蔵、見送って差し上げろ。はあ。お前と一緒に戦ったのはいつ以来だ。楽しかったぜ、半蔵。三代、お前は伊賀忍団を抜けた俺を恨んでいるものと思っていたが、過ぎたことだ。もう気にしちゃいねえよ。何かありゃ声をかけてくれ。じゃあな。相変わらず腹の読めぬ男だ。